はい、というわけでどうも、ねおきです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして、次のイベントの情報を来たんで見ていこうかなと思います。こちらというわけで、ワンピース大特集さイーストブルー編の次回は、ヒロアカの全面戦争編というわけで。ヒロアカ来ました。はーい、まあ予定通りですね。全面戦争編ということは、これ最新のアニメのところですか？一つ前かな？ちょっとその辺はよくわかんないんですけども、まあこれ僕ヒロアカものすごく好きなんで、はい、待ちに待ってました。はーい、でもって6月1日から開催というわけで、来週の木曜日からですね、まあぜひにやっていくんですが、新キャラ情報を来ているんですが、まずこちらというわけで、新記念キャラクター、すべてを助ける思いの力、緑谷いづく。でもってミルコとマウントレディというわけで、まあ、今回の限定誰で来るかなって思ってたんですけど、まあこのデクというわけで、このデクはどこのデクですか？シガラキと戦っているところのデクですか？カッチャンがなんかやられて、それでちょっと激おこぷんぷん丸になったデクなのかな。どこのデクかちょっと僕は確定でここって言えないんですけども、これ限定キャラクターもう一人こうへんのかな。まあ、今回の大特集祭おそらく2週間ぐらいのでっかめの、まあ、月始めっていうのもあって、だからね、限定キャラクターもう一人ぐらい登場すると思うんですよね。まだ控えてると思うんですよ。しがらき来てくれへんかな、こうなったら。もうここにね、2人おるからね、もう真っ二つに分かれていて、これしがらきの覚醒したしがらき、白髪のしがらき、ぜひに来てほしいなっていう、ものすごく気持ちがあるんですよね。まあどうなるか分かりませんけども。ほんでもってミルコというわけで、僕はミルコね、前のアニメ見てすんげー好きになったわ。バカかっこいいよね。ほんでもってマウントレディというわけで、そういやマウントレディ来てへんかってんな。なんかもうすでに前々からアニメでもおったからさ、いるイメージがあったんやけど、まだやったというわけで、まあ今回もかなりキャラ揃うんですかね。はい。ほんでもって明日も新キャラ情報をお届けというわけで、僕はね、 A 組のその他大勢が来てくれたら嬉しいな。あと A 組で来てへんのってまだちょっといますよね。おじろくんとかなかなかいますんで、あとはがくれさんとかいますんでね。まあどんなキャラが今回登場するんか、あと敵キャラ誰なんかとかね。しがらき超究極かな、わかりません。楽しみです。